ドミートリー・ドンスコイドミートリー・ドンスコイは、モスクワ大公。イヴァン2世の子、イヴァン1世の孫。本名は、ドミートリー・イァー,ーノビチ。ドミートリー・ドンスコイという名は、ドン川のドミートリーという意味の称号で、ドン地方で武功を挙げたことによる。1359年、父、イヴァン2世が亡くなり、9歳のドミートリーが、モスクワ大公を継承した。幼少の頃は、 不主教をアレクセイが摂政として彼を支え、スーズダリ・ニジェゴロド大公のドミートリがウラジーミル大公位を狙った際にはこれを阻止した。1363年には全ロシアの公の指導者となった。この頃、モスクワ大公国の総主国であったジョチウルスは、再来の範囲をめぐる混乱から分裂しており、 そのうち、ルーシッシ公国と直接に境を接する、ボルガガワイの国会北岸には、ママイを支配者とする政権があった。1371年、トミー・トリーは、ママイの元に赴き、その権威のもとに、ウラジーミル大公位を獲得している。1368年、1370年、 1372年と、再三にわたって、トベリ大公ミハイル及びその義兄帝である、リトアニア大公アルギルダスの侵攻を受けるがこれを、退けた。1375年にはロシア連合軍を率いて、トベリを攻撃し、これに勝利した。この際に結ばれた条約でミハイルはドミートリを、2位として敬いウラジーミル大公くらいの請求権を放棄することが、定められた。 その後、ドミトリーは、ママイと敵対し、1380年、クリコボの戦いでこれを破った。この戦いは、ルーシの諸公国にとってはタタールに対する史上、初めての対象であり、モスクワ大公国の威信と勢力を大きく拡大することにつながった。また、ロシアが、タタールの首輝きから脱却する最初のきっかけになった、事件とも評価されている。 しかしその後には、ママイを滅ぼして、ジョチウルスを再統一した、徳タミ主犯は再び、ロシアに対するタタールの総主権を主張して、モスクワ大公国を攻撃し、首都モスクワを占領した。ドミートリーは徳タミ主に対して、改めて真珠を誓い、大公の地位と、朝税権を再び認められた。1389年、死に際して、彼はこれまでの慣例を破って、 反の同意を得ずに、息子バシーリー一世を後継者に指名した。その遺言状の中で、ウラジーミル大公国を、モスクワの世襲地と断言し、将来、韓国が動揺することがあれば、効能を停止せよと指示した。ありがとうございます。